48式太極拳ワンゴンシャーフーから小C。このパートでは拳を打ち出す2種類の動きが出てきます。ワンゴンシャーフーとバンランツイとなります。47番目では太極拳の代表的な4つの手法ボンリージアンが出てきます。シーズーショーが48番目の動作となります。48式太極拳では TC と小 C が動作数に入っていません。延べ動作が50動作となります。ご注意ください。それでは始めてまいりましょう。45番、ワンゴンシャーフー。およそ南東方向を向いてジュアンシェンバイレンから、右のかかとを西方向につきます。手を下ろしていきましょう。両方の手を握り拳に変え、手を上げていきます。要ゴンブーになりながら南西方向を見て拳を打ち出しましょう。46番、要バンランツイ。南西方向を向いてワンゴンシャーフーから、左の足に重心を戻していきます。右手を下げて左の手を上げて右の足を寄せていきます。右の手は握り拳に戻りました。要 CV になりながら裏剣のバンを打ちます。体重を前に進め右足中心となり、左の手足を前に送ります。 CV で手首をやや折り曲げるランを合わせましょう。象ゴンブーになりながら右の握り拳を縦にしてパンチを打ちます。つい。47番、要ポンリージーアン。西方向に要バンランツイから。左の足先を開き、左足中心でパウチを作ります。右の足を西方向に出してゴンブーになり、右の手の外側で張り出します。ポン。手をやや伸ばして、斜め左下に引いていきます。リー。胸前斜め十字にして、体重移動とともに肘を伸ばしていきます。G。手を開き、後ろに重心をかけて、手を下げ、ゴンブになりながら押し出していきます。アン。48番、シーズーショー。そして最後の動作、小 C を一緒に行います。西方向に要ポンリージーアンから、右の足先を内に入れ南を向いていきます。左の足先も開き、手を開きます。左足先を内に入れながら右の足に重心をかけていきましょう。胸前斜め十字となり、左の足を腰幅に戻していきます。左手が外側、右手が内側となります。膝と肘を伸ばしていきましょう。小 C、 手をだんだん下ろしていきます。指先をももの横に触れ、左の足を戻していきましょう。南東方向を向いてジュアンシェンバイレンからワンゴンシャーフー。右の足を西につきます。手を下ろして両拳に変えていきましょう。要ゴンブーになりながら南西方向に握り拳を打ち出していきます。要バンランツイ。左の足に重心を戻していきます。左手が上、右拳を下にして右の足を寄せていきましょう。要 CV になり裏剣を打ちます。バン。体重を前に進めます。左の手足を前に出しましょう。象 CV で手首を曲げるランを行い、象ゴンブになり右握り拳を打ち出していきます。つい。左の足先を開き、左足中心に変わっていきます。左手上のパウチューとなったら、右の足を西に出しましょう。ゴンブーになり手の外側を張り出します。ポン。手をやや伸ばした後、斜め左後ろに引いていきます。リー。前の足先はついておきましょう。胸前斜め十字を作ります。ゴンブーになり肘を伸ばしていきます。G。 手を開き、後ろに重心を戻します。つま先を上げて、下ろした手を
ゴム部になりながら押し出します。アン。 C 図書、右の足先を内に入れていき南を向いていきます。さらに左足先を開きましょう。手も開きます。左足先を内に入れながら胸前斜め十字に変えていきます。左の足は腰幅となります。左手が外、右手が内側になります。膝肘を伸ばしていきましょう。小C、手をゆっくり下ろしていきます。指をももの横に触れて左の足を戻します。今回も最後まで動画をご覧くださり誠にありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録をお願いします。それではまたお会いしましょう。